やばい、ボサボサ。団子見えるようにしたいのに見えない。よし、1時間もできるかな。1時間番組では行きます。清水マリアのオールナイトできません。じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん、イエーイ。こんばんは。はい、こんばんは。オールナイトできません、2日目です。オールナイトできません、なんと1週間連続7夜連続放送ということで、今日はその2日目となっております。じゃあまだね、初めて見る人もいると思うので説明しますが、オールナイトできませんとは、オールナイトニッポンのパクリです。でもパクれてもいません。ですね、こうやってショールームのイベントとか特別な配信とかするときにラジオっぽく配信してみようってことでちょっとやってみたやつなんですけれども、やってほしいって声が絶えないのでやってみてます。毎日23時15分から24時までやろうと思います。でも今日はね、ちょっとね、3時間できてないから、やばいやばい、除湿機つけちゃった。これ除湿機なんですよ。すいません、今こうね、よかかったらついちゃった。なんだっけ、ほら、なんだっけ、途中で今喋ってたけど忘れちゃったよ、除湿機のせいで。そう、今日は3時間配信できてないので、だからなるべくしようと思って、いつも15分からの予定なんですけど、今日は11時ちょいから始めちゃいました。でもそれでも3時間足らないんだけど、まあよしとしよう。はい、ということで、じゃあ今日はなんと残り53分もあるっていうことで、15分拡大スペシャル、イエーイ。そんなに喋れるか私。まあでも喋ってみるか。じゃあ今日はね、まず今日は起きて、もう配信させていただいたんですけど、占いが1位だったの。あ、1位じゃない、ごめん、2位だったんですよ。で、2位ってすごいじゃん、12位中の2位だよ。それでしかも内容がすごい良くて、仕事運、金運、なんだっけ、あと何がある、健康運、わかんないけど、まあ、5つぐらいの運がね、結構すごい、全部良かったの。星5つ中5つとかだったんだけど、すごくない？それでまあめっちゃ運いいじゃんと思って、でお仕事に向かったわけです。でレジに並んだわけです。そしたらお財布がなくて、やばいってなって、またやっちまったって。でまあスイカで、おーびっくり、ナンバーワン達成、イエーイ。急にすごい、ありがとうございます。すごいね、ずっと変動してる。1位ありがとうございます。でやばいってなって、まあ、スイカにお金はいっぱい入ってる。私携帯に入れてないんですよ、スイカを。ちょっとやり方わかんないし、携帯もなくすから入れてない。前までは財布はなくさないけど携帯はなくしてた。財布もなくしてないけどね。で、まあ、パスケースに今は入れてるんですけど、スイカを。でスイカでも買えるんだけど、
もしスイカの残高が少なかったら移動できないじゃん、仕事に向かえないでしょ、帰れないでしょ、とかいろいろ問題が起きてくるからやばいって焦った時に、なんとバッグの中からお金が出てきたんです。しかもまあまあ高いお札が出てきたの。もうこれはもう本当に神様ありがとうって感じなんだけど、が出てきて、まあ、それで600円ぐらいのものを買ったからお釣りがすごいジャラジャラ出てきちゃってやべってなったんだけど、そうで無事にそれで買って電車も乗れたし、なんならスイカにいっぱい入ってたしなんだよと思ったんだけど、で帰り道にねすごい不安になったの。これ財布お家に忘れたって思っただけでなくしてたらどうしようって、ありえなくないよなって思って、ガチャって家開けてここにあるだろうってところにあったらありました。だから財布忘れた時はこれ全然運勢良くないじゃんって思ったんだけど、帰ってきたらちゃんとお財布あったし全然運勢良かったです。でなんでそこに忘れてっちゃったかっていうのもちゃんと理由があって、私お買い物お家帰ってきてからスーパーとかにお買い物行くときはお買い物袋があるの。エコバッグとか入ってるちっちゃなバッグがあって、そこにお財布とか携帯とか入れてこうお買い物に行くんですよ、スーパーとかにね。なんだけど本当にこの前も話したけど、30-40% の確率でそのお買い物袋を持って出かけたところでそこにお財布を忘れてるの。だからレジであっってなるので、その時はスイカも持ってないし、八百屋さんとかスイカ買えないから、そう現金じゃなきゃよダメじゃないですか。でああやっちゃったってなった時が多すぎて、でも昨日かなお買い物行く時にちゃんとお財布を入れたの、その話をしたばっかだったから。でお財布入れたのはいいものの、そこから出し忘れちゃったっていう理由なんですけれども、そういうね本当に忘れっぽいんですよ。困った、まあ、でも今日はお財布も結局お家にあったし、なんならお金もバッグの中入っててラッキーだったし、マネージャーさんからパンいっぱいもらえたし、なんか衣装とかメイクとかしてもらえてちょっといい感じに仕上がったからラッキーだったし、まあ、占いが言うようにリーダーにはなれなかったけど、でもちゃんといい日でした。そうだよね、結構運勢いいんじゃねって感じじゃない今日ね、さすがに。で朝皆さんかわからないですけど、こう見てくれた人には全部の星座の運勢言ったんだけど、みんなどうだったかな、当たってたかな。ちゃんとラッキーアイテムのフェスのチケットも一応守ったし、ワインレッドも来たし、みんなどうだったかな。明日も楽しみ。運勢占いって楽しいね。まあそんな一日でした。でスモールワールズで配信があったんだけど、ゲリラで配信しますって言ってたから今日は3時間予定組めなかったから、その夕方あたりにできたらやる時間設けてて、でそれもできて、しかも小田も一緒にいてくれて一緒にねいっぱい笑ってて、本当ランキング読むとき笑いすぎてごめんなさい。私たち笑っちゃうんです、2人でいるといろいろと。そうでも楽しかった。だから今日は結果いい日でした。ありがとうございます。まあこんな感じでいいかな、オープニングトークってなると残りが45分ぐらい。まあでもランキング読む時間あれだとして残り40分ぐらいいけるのか、私行ってみよう。ではお便りが届いてますので、お便り読んでいきたいと思います。どこだ、
ありました。はい、ラジオっぽい文章のやつ読みたいな。あ、これでいいや、これでいいやって言い方あれですけど、ラジオっぽい文章いただきました。つっちーさんからいただきました。マリアちゃんこんばんは。こんばんは。読まれたら初です。 おめでとうございます。去年のマジムリの羅刹の演技が好きで惹かれました。1年前の感想になりますが、セリフのない時の立ち姿さえも羅刹そのものでかっこよかったです。ザ・ショータイム見に行くので楽しみにしています。頑張ってください。 PS 要点をよろしく。ありがとうございます。 PS でね、読まれたら初ですと PS の内容でいろいろお察ししましたが、ありがとうございます。お便り、まずはお便りくださって本当にありがとうございます。嬉しい。でマジムリの羅刹ね、ちょうど1年ちょい前ですね。うん、私はああいう役は初めてだったと思う。オラオラみたいな。だしすごい自信もなかったです。だってなんか自分で言うのもあれですけど、ヒロインとか可愛い女の子みたいな役をやることが多いから、こういうやってやるぜみたいなのってちょっとマジかって思ったし、しかも私なんかあれできないんですよ、巻き舌みたいな、オロラーみたいなやつ、ブルルルみたいなやつができないけど、リップ塗ってないよね私、多分リップ塗りたい、塗ったか。なんか巻き舌ができないんだよ。でも巻き舌ができたらちょっといかつ言葉もできるじゃん、役の幅広がるというか表現の幅広がるというか。だけどできないんですよ。だからできたら羅刹の時もやりたかった。こう盾の時とかオラーみたいな、オルラオルラーみたいなまあできないんですけど。でも羅刹はね、本当に自分でもなんか頑張った、めっちゃ頑張ったけど自信はすごくなかったから、こうやって言ってくれるのめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。なんかさ、私のイメージは、台本読んだ感じのイメージはなんだろう、なんか強いけど静かなやつみたいなイメージだったの。強いから静かみたいな、よくいるじゃないですかヤンキー映画とかでも。あ、それこそクローズの主役とかも物静かじゃないですか。自らなんかこんな感じじゃないじゃん、なんかしれっと強いみたいな感じだと思ってたの。そしたらさ、なんか髪型もなんかオールバックの編み込みみたいな感じだし、服装もなんか派手だし、なんかメイクも目真っ赤で歌舞伎みたいだったし、なんかもういろいろ自分の想像とかけ離れすぎて、私これ違うなと思って、で稽古していくにつれてなんかどんどん変わってって、で最終的になんか場当たりのメイクの凄さとかでみんなに笑われるし、自分でもめっちゃ笑ったけど歌舞伎すぎて。そう、私もういろいろね不安で不安だったんですよ。盾とかもその百鬼夜行っていうグレてる集団の中の一人の役で、で羅刹は女の子なんだけど女の子が好きで、そのせいで、いじめられて逃げてきたみたいな。だから男の子の心を持ってるから熱いハートじゃなきゃいけないし、だから盾とか喧嘩の仕方もなんていうの、雑っていうか綺麗じゃないぐらいでいいって言われて、それも難しいし、いろいろ難しかったです。でもなんか百鬼夜行っていうグループにいるのがすごい嬉しくて、なるちゃんがリーダー、なるちゃん演じたすみれがリーダーで、私は私の道を行くっていう、私は私のやり方で革命を起こすっていう、そのすみれの意思と、そのすみれに寄り添った百鬼夜行のメンバーが横山由依とゆうかりんと私みたいな感じの、その百鬼夜行で
なんか自分で言うのもあれだけど、なんかリアルに百鬼夜行だなとも思ってて、そのなんだろう、ユーカリンはユーカリンのバズり方とかあったじゃないですか。自分のセクシーを出して人とは違う道でバズって名前を知られてたわけじゃない。で横山は横山でなんか横山のセンスとか表現力とか本当に横山にしか出せないなんて言うんだろう味っていうのがあるじゃん、確実に。でもそれはその王道の道じゃなくて自分を見つけたからこそその道を歩んでいってるわけでしょ。でなるちゃんもそうじゃん。なんかなるちゃんは自分の道を自分を信じて突き進んでってるじゃん。すごいかっこいいし、その姿勢が。でなんかそこに並べるのもすごい失礼なんですけど、ごめんなさいって感じなんですけど、まあ、私も演技がしたいっていうことを見つけて、なんか劇場公演とかコンサートとかそういうのを出ないっていうのを選んでお芝居を選んだりしてて、なんかみんな何かを犠牲にして何かを選んでるメンツだったから、ちょっとあリアルに百鬼夜行メンツじゃないみたいに思ってて、だからそれはなんかすごい心強かったっていうか、やってて仲間意識がリアルに芽生えて楽しかったなってすごい思っちゃったけど、でもこう思ってたってことを言ったのは初めてだったので、今言いながらすごい恥ずかしいし、いやそれ違うでしょって思われてたらめっちゃごめんって感じなので、はい、何言ってんだって思っててください。はい、でも本当になんかマジムリ学園やってた時間はすごい楽しかったし、なんかいい思い出です。すっごい体痛くなったけど、縦やばすぎてっていうね。かっこいいスタンプ本当に恥ずかしいんですけど、なんか名言言ったみたいに思っちゃうじゃん。違うからね。恥ずかしい、ありがとうございます。でもそう、まあでも言えてよかった。いつか言うかもしれなかったし、恥ずかしい。本当に思ってることを言うってめっちゃ恥ずかしいよね。あ、クマジュありがとうございます。ケンケンありがとう。クマジュ皆さん星とかカウントとかありがとうございますね。懐かしいね。でも私なんか体型とかもさ、なんかさ、そのスタイルがいいわけでもないからさ、その男装みたいな かっこいい服装着ても全然かっこよくなくてさ、すごい悔しかった、それが。ね、本当に。はい、でザ・ショータイムも見に行くので楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ショータイムは本当ラセツと真逆。ラセツはもう男勝りのなんかこんな感じだけど、ショータイムの私の演じるミオちゃんはもうなんかこういう感じです。もうなんかもう見てたらもうなんだよって思っちゃうような、なんていうの、やぼったいっていうんですか、なんていうんですか、 なんとか臭い、うさん臭いじゃなくて、何臭い、いや臭いじゃないのか、なんならなんかそうもじもじっていうか、まあ、死神っていうあだ名、どん臭い、どん臭い、それっていうようなねキャラクターなので、本当に真逆なんですけど、でもやってて楽しい。暗い役っていうのは結構好きかもしれないです。ずっと続いてたら本当に暗くなっちゃうけど、そうそう、どんくさい、どんくさい。で一応同じキャラクター続編だから同じキャラなんですけど、でも脚本家とか演出家が全く違うので、まあ、どんな風になるのかなっていう感じだけど、台本読んだんですよ、この前台本が来て。で台本読んだ感じ、なんかポップです。楽しみにしててください。嬉しい。そうで仰天もね、出演するってことでめっちゃ嬉しい。前回まではツイッタードラマと舞台をやったんですけど、その時はさきさん、ゆかるんさん、さほさん、で女優さんの
方がいたんですけど、なんか先輩だったし、みんな、なんだけど今回仰天同期の仲間友達が来るってことで、すごい、うん、なんだろう、ほっとしたり嬉しかったりしています。ね、嬉しい。こういう外の舞台、一応 AKB めっちゃやるけど、一応外の舞台だから外の舞台でメンバーとっていうのは不思議な感覚なんですけど、楽しみたいと思います。でね、シアターグリーンなんだけど、もうね、3月も5月もシアターグリーンでやったんだよね。めっちゃシアターグリーンって感じ、私最近。でも美味しいお店いっぱいあるので、ぜひシアターグリーン来た時はラシーヌに行ってください。でもちょっとこれは女子向けかな、いや、わかんない、甘いものが好きだったらラシーヌに行ってください。クロワッサンにハムと卵が挟まってんの美味しいし、ドーナツも全部美味しいです。はい、すごいいっぱい喋っちゃった。本当に恥ずかしい、なんか言わなきゃよかった、恥ずかしい。なんかやめてね、マリアこうやって言ってたよとか言うのめっちゃ恥ずいから、なんかカッコつけてるみたいじゃん、恥ずかしい。あの、こういうなんか熱くなって喋っちゃってる時はちょっと心に止めておいてください、すいません。じゃあ続いて読みます。続いては、タン推しパピさんからいただきました。もしレストランを開くならオムライス、中華、それとも他の料理ということで、いや私これね、何度も考えたことあるよ。昔はカフェ開きたかった、カフェ開きたかったです。だけど今は違う、カフェは行くもの。もし開くなら、なんか可愛いけど女子も来たくなるけどおじさんたちも来たくなるような綺麗な大衆居酒屋みたいなのやりたい。だってさ、大衆居酒屋って何出してもいいじゃないですか。オムライスがあってもいいしさ、中華があってもいいしさ、洋食あってもいいしさ、私がいつも作ってるような和食があってもよくない？何でもいいじゃん。そう、よくないですか。あとは町中華ってなんかいいじゃないですか。だから町中華のちょっと女子向けのところ、だって女子だって一人で中華食べたいよそりゃ、けどあ、ここ行ってみたいって思えるような映え中華があるかって言われたらないじゃないですか。映えってそんなピンクとか赤とかの映えじゃなくて、なんか木と白と葉っぱがあるみたいな、そういう無機質系な映えのちっちゃな町中華みたいな、それって町中華って言わないのかな、まあ、ちっちゃな中華料理屋さんもいいなって思う。私は全然中華鍋をバンバン振り回します。どうですか、どう思う、よくない、洋食ではないですね、オムライス屋さんもいい。どっちにしろすごいちっちゃい可愛いお店がいいし、キッチンはあのお客ん、なんていうの、座席から見えるオープンキッチン的な感じがいいな。大衆居酒屋か中華料理がいいです。どう、よくない、いいなあ、お店なんて自分の。店名とか迷っちゃうよね、どこに開くかも迷っちゃうよね。まあそんな感じかな、これはね、考えてて楽しい質問ですね。じゃあ続いてどうしようかな。
どうしようかな。あ、じゃあまたお悩み、スティーブさんからいただきました。未来に迷ってます。周りの友達はやりたいことを見つけたようです。どうしようとのことなんですけど、私もさ、それこそ高2でアイドル入になって、だから高3の受験の時期とかもうすごいどうしようって思ったし、で一番あーってなったのは、大学短大行ってたんですけど、短大2年生で就活をみんなしてる時に自分だけしてないっていう時間はどうしようってすごい思った。でもなんかそうやってみんなが就職したい場所とかやりたいことに向かってこうすごいチャレンジしてる間、自分はしてないって思ってしまってたんだけど、でも後々聞いたら、なんかそうやって私がその学生生活アイドルと両立してた姿を見て、みんなも就活頑張ろうとか夢見つけて頑張ろうとかやりたいことやっていいんだって思ったって言ってくれて、あ、そうだったんだってすごい思った。なんか私はみんなと違ってどこかに進めてないって思ったけど、やりたいことを早めにみんなよりやってたのかなみたいな、でもう知らず知らずの間にそれでみんなっていうのは友達ね、同じ学年の友達、そうだからお互いこう背中を押し合えてたのかななんて思ったりして、でも迷うよね、そりゃ迷うよね。でもあるでしょ、やりたいことを見つけたようです、どうしようって言ってるけど、でもきっとやりたいことがあるし、多分周りの友達も今までのそのあなたの姿を見てどうしようとか、あ、すごいなとか、自分も頑張ろうって絶対思ってたと思います、これは本当に。だから今は周りのそのなんていうの、周りがやりたいこと見つけてる姿とか見て焦るかもしんないけど、焦って見つけるよりも本当にやりたいことに進む方がかっこいいなって思いますよね。だから私も本当にみんな友達みんな就職してなんか夢叶えてたりとか、保育園の先生になりたいって言ってなってる親友がいたりとか、それこそ結婚してる人とかもいたりとか、なんかもうすごいあっという間にどんどん上司になっちゃったって言ってる友達がいたりとかして、え、みんなすごいなって、私大丈夫かなとか思うけど、でもなんかそのみんなも私を見てそう思ってくれてる時があるらしいし、やっぱりやりたいことを今やってるからこれでいいんだなって思えるし、だから大丈夫だよって言いたい。私はだって知ってるもん、今までやりたいことに向かって頑張ってる姿とかを。そうだからこれからもお互い頑張りましょう。でもやりたいことがあるっていうのは本当に嬉しいことだよね。ね、だって私だってアイドルが好きで、好きだけで終わりじゃなくてアイドルになりたいって思えて、でアイドルになって、この先自分は何したいんだろうって思った時に、
お芝居に出会えて、え、楽しいって思えた時があって、あ、まだやってみたいって思って、だからこれからもやりたいことがあるし、今もアイドルが楽しいからやってたいってずっと思ってるし、でこういう話をするとね、卒業しないでよとか、まだしないでね、汗汗みたいな来るけど、だからアイドルしたいんだってって思う。そう、もちろんいつかドラマとか映画とかいっぱい出れるような人にもなりたいですけど、やっぱりアイドルできる今を楽しみたいし、アイドルだからこそいろんなことができるから、あの、そういう心配はしないでください。すごい言われる時があるから、今そういう話してないよって時とかもね、心配されちゃうから、ああ心配させてんだろうなとは思うんですけど、そう、てか私今答え合ってた？大丈夫だった？大丈夫だったか？ね、でも迷うよね、周りとの差とか、本当になんかあれいつの間にみたいな感じで、すごい前に進んでる人とかいるし、でも自分もそう思われてるかもしれないし、でもその進んでるさペースとかってさ、もちろん人それぞれだしさ、自分はこんなに進んだって思ってるかもしれないけど、旗から見たら全然進んでないって思うかもしれないし、その逆かもしれないしね、もう分かんないよね。すごい真面目な話をしてしまいましたが、まあでもやりたいことやれたらいいですね。じゃあ次は、次も相談が来てます。こちらも相談なんです、相談続きなんですが、ペンネームカオルさんからいただきました。相談です。秋頃に人生の夢だったスカイダイビングをするのですが、なんて叫びながら落ちるのが正解でしょうか。撮影プランなので一生残ります。正解を教えてください。すごい悩んでるようですね、すごい悩んでるようですね。でも人生の夢が叶うんだね、おめでとうございます。おめでとう。いいな、夢叶う瞬間をさカメラで撮ってもらえるってすごくない？っていうかめっちゃすごいと思う。そのなんか私もスカイダイビングはそれしてみたいけど、よしじゃあスカイダイビング行こうとはならない。すごい。それでしかも撮影プランか。なんて叫ぶ？怖い時とか絶叫マシーンの時とかさ、キャーしか言えないんだけど、私キャーって言ってもうキャーって言っても止まってくれないって思った瞬間もう目を閉じて無になるの。もうダメだよね、一番ダメだよね、こう縮こまって終わっちゃう。いつも本当に怖いジェットコースター、もうダメだ、時止まってくれとか思いながら目を閉じてスンってなってしまうんですけど、じゃあやスカイダイビングでしょ。でもさ見返すか、自分が落ちてる映像を見返すか。すごい、10年後とかに見返したらめっちゃおもろそう。これ何？なんで叫んだら正解なの？あ、うなぎ犬さん、熊獣ありがとうございます、ありがとう。やった、ありがとうがいいかと、もう素敵な答え。
やったーって言いながら落ちんの？かわいい。ありがとうとか誰にありがとうって言ってんの？めっちゃかわいいじゃん。群馬、そう、この方は推しメンの名前とかを言うのがいいんでしょうかって悩んでるんですよね。ママママもおもろい。自然にママって出ちゃったらウケるけど。オタクはガチ恋工場を叫ぶ。本当に？でもどれくらいのさあれがあるんだろう、長さ。その長さでよるよね。だって結構長くない？ガチ恋工場って久しく聞いてないですけど。夢叶ったよとか、かわいい、かわいいね。やったとか、夢叶ったよ、めっちゃかわいい。財布忘れたわ、やばい。4000メートルぐらいあるって。4000メートルって何？4キロ？やばくない？4キロ？4キロ上ってどこって感じ。ねえ、ここの短い毛が出てきちゃう、恥ずかしい。私だったら推しの名前かお願い事。お願い事？じゃあ決めました。正解は推しの名前を叫んでください。まず最初に、まず最初に叫んでください。最初は意識があるだろうからね。でその後普通に感謝の気持ちを伝えてください。感謝とか嬉しい、夢が叶った時の自分の気持ちを叫んでみてください。どんな気持ちなのか、夢が叶った時は。正直私もオーディション受かりましたって言われた時って、自分が何を発したかどんな顔してたか覚えてません。でもこの方は人生の夢、スカイダイビング落ちる瞬間がビデオに撮ってもらえるっていうことは、私がその覚えてない瞬間さえもこう記録できるってことじゃないですか。それはもう羨ましい。だって私は忘れちゃったもん。だからその時の気持ちを素直に叫んでください。はい。で、真面目に答えたけど知らんがなだよね。もうザ知らんがなすぎて面白い。ありがとうございます。深刻なお悩みでした。平和だね、いいね、ありがとうございます。あと推しの名前叫ぶとか人、そういう人多くて、なんかかわいい。あ、え、うなぎ犬さん、熊獣ありがとうございます。え、ダブル熊獣ありがとうございます。ありがとう。ここの毛が恥ずかしいよ。画角が悪いよ。眉毛から下しか見えてない。それはもう遠く行こう。どんどん近く行っちゃうんだけどね。え、短い毛が出てきちゃって恥ずかしい。じゃあ続いて、どうしようかな。悩みが結構多い。どうしよう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 かな。ごめん、携帯見てもいい？わー悩むな。どうしようどうしようどうしよう。いや、やっぱ紙から選ぼう。どうしよう。じゃあ
そうですね。じゃあこれにします。これにしますって言って全然決まってません。じゃあヒロさんからいただきました。今までで一番思い出深い活動は何ですか。もう選べないよ。なんかびっくりなんですけど、もう9年目らしくて、だから8年間活動してきて、いろんな活動してきたんですけど、ちょっと正直忘れてるような活動も絶対あるし、そういえばあったなみたいなことも絶対あるんだけど、一番はやっぱり全国ツアーかな。もう大きな括りでごめんだけど、何県とかじゃないです、もう全国ツアーかな。だってさ、神永、だってさ47都道府県みんなで回ったんだよ。全部は、もう全員が全部行けたわけじゃないですけど、すごくない？しかも何年間もかけて、でチームエイトが全国ツアーとは言ってるけど、チームエイトのメンバーも常に変わっていったし、 AKB としてのチームエイトの立ち位置みたいなのもどんどん変わってって、もうチームエイトが変化し続けても全国ツアーはずっとあって、全国ツアーの内容とかもほぼ変わってないし、なんかツアーこそエイトだなって思うくらい、私にとってなんかやっぱツアー、全国ツアーってすごいなんか思い出深いです。うん、なんか県名とか、あ、ツアーファイナルで県名言った時、いつも県名って北から順なんだけど、ツアーファイナルだけはツアー行った順番だったんですよね。それやばくないですか？粋な計らい。もう本当になんかそれでいろいろ思い出したし、うん、私は結構早めに来ました、群馬県で。なんかその時はまだメンバーのリクエストでセットリストが決まるとかじゃなかったから、全然セットリプロデュースとかもしてないし、ただやりたい曲1曲あげてって言われて、うーん、悩むけど君と虹と太陽とってなって、アンコールかなでやったのがすごい思い出です。でも本当にどの県に行ってもその県の子がセンター立ったりとか、その日の主役になれてっていうのが本当に素敵だと思いませんか？だってアイドルってセンターになれる子って限られてるし、会場全員がその人の名前を呼んでくれるってなかなかないと思うんですけど、エイトのツアーだけは違うじゃん。やっぱりその主役がいて、でみんながその子をセンターに立ってる姿を見たくて、みんながその子の名前を呼んでって、そんな素敵なことあります？全員が主役になれるの、しかも地元で、めっちゃいいよね。本当になんかエイトって感じです、それが。だからツアーかな。でも改めて今までどんな活動してきたかとか思い出したい。福島イベントとかいっぱい行ったけど、いろんなのあったと思う。なんかこう大きな公園でやってるバーベキュー大会に行ってトラックで歌うとかやったし、岩手のなんかお祭り、屋台とか出てるお祭りでトラックで歌うとかもやったし、なんかなんだろうね、そういうのいっぱいありそう。ちっちゃいなんかミニカーみたいなの乗ってみんなでレースしたりとか、あと群馬県で公開生放送のラジオやるときはもう群馬に
群馬の FM 群馬のスタジオに私のためにこんなたくさん人が集まってくれたんだって思ってなんか泣いちゃったりとかあとなんか来てくれた人にお土産渡そうと思って買ってきたお土産が足らなかったとか、こう一人一人数えてみたらめっちゃいて嬉しかったとか懐かしい。なんかなかなか群馬でのイベントとか群馬県に自分のファンの方が来てくれるっていう機会がなかったから、その一つ一つが本当に嬉しかったですね。懐かしすぎ、懐かしすぎる、やばい。あとは清水キッチン AKB カフェで手料理を振る舞うイベントしたりとか、それがメニュー化されたりとか、その AKB カフェには高校生の時に友達と行ったりしてたから、そこで自分のメニューがっていうのが夢みたいだったし、懐かしすぎ、やば、思い出いっぱい。印象深いのは何ですかって難しいよね。なんか思い出したい、いろいろ。8だからこそできたお仕事っていっぱいあるしね。8だからこそできた思い出とか、今思い返すとおもろい仕事とかも絶対いっぱいあるし懐かしすぎ、いいですね、最高。やっぱ8っていいよね。っていうか福留聞いてはいたけど、しかも昨日公演デビューできて本当に良かったねってなんか親心のように心の底から思っちゃって、 B チーム B めっちゃ似合うし、なんか人懐っこくてみんなに愛される子だからね、せっかくこうやっていろいろできるようになってきたタイミングでめっちゃ残念だけどね。あの木って本当にコロナが流行る直前にみんな入ってきて、ずっとコロナ禍でっていう、なんかめっちゃ切ない。なんかもっと一緒に楽しいこととか、それこそツアーとかイベントとかね、一緒にしたかったなって思った。キスバイエイトの楽屋が同じで隣の隣の席だからずっと喋ってたの、本当にマジでずっと喋ってて、福とね、ひなこ、私のカレンちゃんみたいな順番に座って、もうずっと喋ってて、マリアさんマリアさんみたいな感じで絡んでくるから、もうずっと一緒になってふざけたりしてました。福留はね、眉毛を八の字にするのが上手なんだよ。私たちそれができなくて、福留にしかできない技です、あれは。でも一緒にステージ立てたらいいな。残り7月だもんね、これ2ヶ月ぐらいか。ね、チーム B での姿もいっぱい見たいですよね。本当にすごいんだよ、眉毛8の字ってめっちゃむずいんだけどさ、ね、やだ超すっぴんなんだけど、福留は本当に8になるの、すごいむずいんだけど、あれだけど私は実は口がハンガーできるよっていうのをそこで告白しました。福留はできませんでした。やばい、ランキング読まなきゃ。確かに静公園も一緒に出たりできたらいいのに。やらない、やりません。千代里さん今度一緒に舞台出るからそこで対決しよう。じゃあランキング読みます。変わっちゃうかな、またランキング。32位ホアン、ありがとうございます。31位ツッチー、あとユリナ、ありがとうございます。30位ジャスミン、あ、待って、お便りくれた方じゃん絶対、ありがとうございます。30位ジャスミン、ありがとうございます。29位サルトビニザイモン、ありがとうございます。28位ユーユー、
ありがとうございます。27位長井食堂のもつ煮、ありがとうございます。26位タカピロー、ありがとうございます。25位かきくけこば群ミニア、ありがとうございます。24位ひろのり群ミニア、ありがとうございます。23位水まりしびこ群ミニア、ありがとうございます。22位ユアン台湾群ミニア、ありがとうございます。21位ジンガヤ群マニア、ありがとうございます。20位、夕方ぶり、これはさ8レンチじゃないの、ハレンチなの、8を歯に見立ててるんですか。棚を、名前は変な意味じゃないからね、わら。でもハートってついてるじゃん。ありがとうございます。19位、チャー群マニア群ミニア、ありがとうございます。18位、ねっちゃん、ありがとうございます。17位、フット群ミニア、ありがとうございます。16位、とち太郎、ありがとうございます。15位、タッチゴール群ミニア、ありがとうございます。14位、みやこブルー群ミニア、ありがとうございます。13位、タートシアット群ミニア、ありがとうございます。12位、ジャンアット群ミニア、ありがとう。12位、ありがとうございます。11位、コンフスドねえ、コンフスドスティーブアット群ミニア、あ、ちょっとね読めない、合ってる、コンフューズドみたいな感じかな、ありがとうございます。10位、ハンハンミニ群馬、ごめんねこの回しか来れなかったよ、うんうんごめんねなんて言わないでください、来てくれてありがとうございます、お疲れ様です。9位、しーちゃん、ありがとうございます。8位、りょう幕張の群ミニア、ありがとう。7位、ハギハギももちゃん大好き、ありがとうございます。やばい髪の毛がボサボサすぎる、ここで結び直すっていう、すいませんね、よいしょ。6位かな、6位だよね、カンタあとカンカン、ありがとうございます。5位、幼いクリーニンググーンマミニア、2日目も楽しかった、やったー、ありがとうございます。4位、カズミングンミニワオ、毎回語尾変えてくれてる、ありがとうございます。3位、ケンケングンミニア、今日もお疲れ、明日もファイト水、イエーイ、ファイト水、ありがとうございます。みんなもお疲れ様だよ今日。2位、うなぎ犬あと群マニア、ありがとう、ありがとうございます。うなぎ犬。そして1位はそうすけ群ミニア、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。皆さん、皆さんも今日一日お疲れ様でした。今日は6月1日水曜日ということで、水曜日って疲れるって言うもんね、真ん中で。お疲れ様でした。明日は6月2日木曜日、多分だけど、多分っていうかおそらく、いやほぼそうだと思うけど、明日は多分パパの誕生日だよね、のはず。おめでとうパパ、そして明日誕生日の皆さんもおめでとうございますね。明日もいい一日にしましょう。まずは占いから、あ、やばいやばい、明日の予定を、明日の予定出るかしら、ほい、明日はこんな感じです、よろしくお願いします。今日本当に、今日もありがとうございます。しかも1位じゃない、もうありがとう、みんなありがとう、みんなと一緒に楽しく時間過ごせるように、明日もっと配信頑張ります、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。皆さんゆっくり休んでください。
おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。おやすみ。ありがとうね。いつ切れるかな。バイバーイ。あ、すっぴんすぎた。